小学5年ののの算数、体積の4時間目を始めます。長さの単位が変わるよ。人が入るほどの大きなものの体積を求めよう人と比べて大きさの感じを想像してねでも大きくなっても同じことだセンチがメートルになっただけ左の直方体は 3m 横 10m 高さ5ル、で 3×10×5150 答え150立方メートル単位に注意だよ。右の立方体はみ 5m だから5かける 5×5 で125答え125立方メートルところがいじわる問題があるから気をつけてねこんなのだよ変の長さの単位がセンチとメートル混じっているよここ注意だよそのままかけてはいけないよ どうするのかっていうとどっちかにそろえないとダメだねセンチにそろえるとれいがふえるメートルにそろえると小数になることがあるね好きな方でいいけどれいがふえた方が小数のかけ算よりはかんたんかもね1番は 1>, 1メートルをセンチに直すと1 0 0センチ。だから縦 20× かける横25高さ100で5万答え5万立方センチメートルということだ2番は2メートルだから。 200センチに直しておこう。そして縦40、横200、高さ8。で、64,000、64,000立方センチメートル。じゃあ、1立方メートルは1立方センチの何倍か調べてみよう。大きさ。 かなり違うよ。いくつ分だと思いますか100個 ?1000 個 ?1 100万個もっと計算すれば簡単だよ。1メートルをセンチに変えて計算すればいいんだ。1メートルは何センチ100センチだね。だから1 0 0る1 0 0 かける百例がいくつある。六個だね。一に例を六個。一例、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 例。これいくつ。右から一十百千万十万百万。なんと百万個分というわけだ。すごすぎるね。 復習すると1リットルは1000ミリリットルだったね1ミリリットルと1立方センチは同じ1立方センチのいくつ分かを計算で求めると1リットルマスは1辺が10センチなので1 0る1 0 × 1 0 10 10で1000立方センチちゃんと1000倍になるね 1>, 1立方メートルは1 0 0かける1 0 0かける1 0 0ンチ一辺が 1L マスの10倍なので10倍の10倍の10倍で1,000倍になっているのがわかるかなすると1立方センチの1,000倍が 1L でそのまた1,000倍が 1>, 1立方メートル1立方センチの100万倍が1立方メートルということになるんだ立体になると3回かけるから3つの辺がそれぞれ10倍になると体積は1,000倍にもなるってことすっごい増え方をすることを覚えておいてね。 単位が変わっても大丈夫かな動画を止めて練習問題をやってみましょう。答え合わせをします。1番。1立方メートルは100万立方センチメートル。例が6個だね。だから4立方メートルは400万立方 立方センチメートル、四に例を六個だ。二番、三に例が六個だよ。三百万立方センチメートル。一番と逆で三立方メートル。例が消えたね。三番、二リットルは、一リットルは千立方センチメートル。だから、二リットル。 4番1ミリリットルって1リッポセンチメートルと同じだから7ミリリットルは7リッポセンチメートル5番1リッポメートルは1000リットルだから5リッポメートルは5000リットル とる単位が変わる問題はちょっと難しいから1はいくつかを思い出して考えてみてね5時間目は容量の勉強です容量ってなんだろうね